ってみましょうか。すげえ素敵。眺めがやばいね。この里山の景色と、この建物の素敵さ。すごい。めっちゃいいわ。わらクラブ。はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。久保塚です。はい、船越です。よろしくお願いします。今回は受け入れていただいてありがとうございます。いえいえいえ。はい。はい。トゥルルって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 いうことで、ちょっとどうしてもそれやりたかったですね。はい、わかりました。3分クッキング状態になっておりますが、今から何をするんでしょうか。うちでは重ね煮という、50年ぐらい前に小川宝慶先生っていう方が、思いついた、野菜の美味しさをこう最大限に引き出すということをやらせてもらってます。はい。重ねぎは聞いたことあるんですけど、重ねぎですね。はい。重ね煮ということで、煮ていくわけですね。そうですね。すごい素材のいい匂いがね、さっきから充満してお腹が減ってまいりました。はい。では早速。作っていただいて、もうすぐ火にかけますから、はい、見せていただいていいですか。はい、これじゃあ立ち位置こちら交換した方がいいですね。ここ使いますか。いやいや、もうこうとりあえずここで、はい、なるほどなるほど。で、基本重ねにはお塩が勝負です。お塩が入れて、お塩がなんていうんですかね、コンダクターの役目をしてくれるので、必ずこう30センチ上から粉雪が舞うがごとく、師匠からはやかましく。で、しいたけ、玉ねぎ、人参、なんでそうするかっていうと、しいたけが一番下なんですけど、例えばこう人参がこうあるじゃないですか。で、人参は下に向かってて、葉っぱは上に向かってますんで、この葉っぱをピュッとこう地面に置いてもすぐにピュンと上に上がるじゃないですか。はいはい、要するに葉っぱはどうしても上に上がりたいんですよ。根っこはどうしても下に下がりたいんですよ。なので料理をするときにその性質を利用するってことです。だから椎茸は基本的に菌なので、一番下に置きます。上がりたい。で重ね煮の場合は必ず、キノコを使います。ほぼキノコを使います。いい出汁が出るから。いえ、ではなくて、それこそ小川宝慶先生は頭を良くするために一番大事なのは腸だっていうことをよくおっしゃってて、でそれにはあの頃は分かってなかったけど、キノコっていうのは漢方ではものすごく大事で、だから例えば薬膳鍋っていうと、中国での薬膳鍋っていうと、日本でいうきのこ鍋なんですよ。それくらいで、今ははっきり分かったのは、きのこにはベータグルカンの塊だから、要するに腸活にはもう一番いいということですよね。特に最終段階で消化してくれるのにはもうベータグルカンだから、穀物でいうと大麦がいい。で、小川先生は必ずキノコを使うという。だからその当時ベータグルカンがそういう腸活につながったとか、そんなことはもう全然なかったのに直感として分かってらっしゃるという、ある意味天才ですね。天才ですね。一番下が椎茸、その上が玉ねぎで、こういうふうにね層にしていくんですよ。だからなんと言いますか、遊んでるようなもんですよね。いやいやいや。ありがとうございます。最高ですね、遊びながら。ありがとうございます。美味しいご飯ができる。はい。で、誰がやっても失敗しないというのがこの重ね煮の味噌で、ありがたいことにこれだけをここでやって、こんな田舎にもういっぱいお客さんが来てくださって、海外からも来てくださるし、すごいですね。で、今も47都道府県全部に重ね煮のカフェはあります。重ね煮のカフェない、そんなに、はい、もうありがたい、広がって広がって、やっぱり美味しいというのと簡単だというので、はい。でもやっぱね本物だからっていうかね広がっていくんでしょうね。残っていくという。これはいつぐらいから あったってことになるんですか。もう50年60年ぐらい前ですね。私がこの重ねに出会ったのが20歳の時ですから、今67なので。若っ。50年だからもうちょっと、まあ60年、あ、もともと始まったのは、うん、戦中戦後の一番日本が飢えてた時に、うん、食べ物がなくなって、うん、でそれを、もう飢えて死ぬしかないのかっていう時に小川先生の頭の中で何かこうひらめいたみたいですね。神の啓示のような。なんかそうですね、怪しいですけど、うん、はい。でこういうふうにこういうふうに。しいたけ、玉ねぎ、人参とこう綺麗に層にします。層になってます。はい。で、その上にまた塩を。塩、はい。これはどちらの塩なんですか？これはチベットの塩ですね。チベットの岩塩。岩塩ではなくて古塩。古塩。ああ、だから濃い状態でお塩水。でそれを引っ張り上げて乾燥させます。岩塩はどうしても風化しやすいので、その古塩の状態で3000年残ってる塩の方が美味しいですね。私はですね、個人的に楽しみ。粉雪が舞うように。そうですね。だから師匠のところでは毎晩練習させていただきました。黒い画用紙の上でこうやってで均一になるようにっていうことを徹底的に。均一っていうのポイントなんですね。はい。でここで料理で一番大事なのは素材だとか、まあ後でお話しますけど、うん、栄養学だとか陰性陽性だとかもう一切関係ないんですよ。それよりも一生に一度しか出会えない素材に失礼のないように出会い、失礼のないように調理し、失礼のないように食べ、その素材に失礼のないように生きるっていうことが料理の基本っていうふうに言われてます。で、極まってますね。いや、そんな。でここで具体的に声をかけないと人参さんわかんないので、うん、いや玉ねぎもしいたけも、うん、いつもこう声かけてます。手をこするとエネルギーが循環しやすくて体が温まりますから。で手のひらから、ウルトラマランのスペシウム光線が出てる、ビタミン I のスペシウム光線が出てるとイメージして、声をかけます。じゃあご一緒にご唱和ください。はい、雨土のお恵みとこれを作られた方のご愛念を感謝して料理させていただきます。この食べ物が私たちの体の中に入って自他ともにお役に立ちますように。ありがとうございます。ありがとうございます。で愛が逃げないのかと進めて火にかけます。素敵ですね。うちの妻もね、お米炊く時なんか言ってますわ、お米に。あ、そうですね。はい、もう必ず声をかけた方がもう味はもう劇的に違いますね。なんでかって言われたらわかんないけど、もう本当に劇的に。で、お水は入れないんですね。水、あ、はい、野菜の水分だけで。もちろんその火災の流派によっては必ず水を入れるっていう方もいらっしゃるんですけど、水を入れない方が味が濃厚になります。で、特に一般家庭ですとこれだけのものを作って、例えば4人家族だとこの一鍋あれば1週間使えるんです。水も油も一滴も使わないので、この状態で1週間持ちます。すごい。重ねるとどういうわけか少しずつ発酵していくんですね。だから3日目ぐらいが一番美味しい。なるほど。でこれを7つに分けて、うん、で今日は豆腐と混ぜて豆腐ハンバーグで、トマトソースと混ぜて、スパゲッティにするとか、だいたいこの基本の3種類の重ね煮で今現在300種類ぐらいのメニューがあります。すごい。だからもう本当に忙しい主婦にはぴったしで、今一番広がってるのがやっぱり幼稚園ですね。だから今まで調理員さんが5人いたのがもう4人でよくなった。だから1週間に1回ドーンと作っておいて、7つに分けて冷蔵庫に入れて混ぜるものを変えるだけで、あらゆるだからポテトサラダにもできるし、もう何にでもできるんですよね。もうこんな中華もできますし、洋食もできますし、万能ですね。はい、だから本当に1個作っときゃもう混ぜるだけなんで、もうおじゃこれはものすごいいい情報を皆さんにシェアしている気分になってまいりました。はい。ちょっとお塩舐めてもいいですか。ああ、どうぞどうぞ、はい。いただきます。ミネラル補充。ああ、美味しいけどすごいクリアですね。あ、はいはい。濃いとおっしゃったけど全然気にならない。あ、美味しいです。で、これで火が通ったら、はい、よく混ぜてっていう感じですね。で、こうやって私40年間重ねに、だからもうこれだけで。料理はやらせてもらってるので本当にありがたいですね。技術的にももう全然上手でもないし、大した経験もないのに、それこそ日本中世界中からおいしいおいしいって言って食べに来てくださるので。あ、そういえばホーポノポノのヒューレン博士ご存知ですか？いや、存じないです。イハレハラカヒューレン博士って言って、問題解決では世界中を飛び回ってる方なんですけども、その方にこれを食べて泊まりに来てくださったんですけども、その方にこれを食べていただいた時に食べた瞬間、はい、あ、これは船越さんどういう言葉をかけたらこの味になりますかっていうのが祈ってるとこ分かるみたいで、今の、あ、それでこの味ですねっていう、分かる方には分かってくださるかなっていう。でも本当すごいシンプルじゃないですか。だからやっぱりそれこそおばあちゃんのおむすびみたいな感じで、この船越さんの常在菌というかがすごい美味しくさせてるだろうし、思いも美味しくさせてるんでしょうね。はい、まあ、ただそうやって40年やらせてもらって、同じ大きさに切って火の通り具合だとか火加減だとか鍋だとかいっぱい研究してきたんですけど、ありがたいことに料理教室に日本中呼んでいただいて、で料理教室で作ると。私が40年かけてここで作ったものよりも料理教室で作った方が圧倒的に美味しい。いや、そうなんですか。だから要するに私たちは火が通りやすいように全部同じ大きさに切るし、素材に失礼のないようにっていうことで「ありがとう」って切るんですけど、料理教室で40人ぐらいするとこれ千切りじゃないんですよ。千切りといっても箸ぐらいに切ったり、一人一人は鉛筆ぐらいに切るんですよ。だからもう全部バラバラなんですよ。なるほど。だから全部バラバラだけど、それが一つになって、だからバラバラなものが一つになるっていうのがこれからの世の中の一つのむちゃくちゃ大きな、だから多様性を認め合うというか、すごい大きなキーワードのような気がして、それをこの重ね煮がこの鍋の中で見せてくれる。でしかもこれは研究してる、結構いろんなクリニックでもものすごく採用してくださってるんですけども、エネルギーが高まるっていうのデータで出るので、その中の一人の先生がこの中でトーラスが起こっている、トーラスですね。はい、なんかそういうことがあるんだろう。だからそのトーラスっていうのはやっぱ多様、この地球そのものが、命そのものが多様性を認め合う、違いを認め合い生かし合うということが平和というか、それが40人全部大きさが違うし切り方も違うけども常在菌も違うし美味しくなる。なるほどですね。今日うちのスタッフの和樹の T シャツは「All colors are beautiful」と書いてある。全ての色は美しい。多様性ですね。そういうことですね。はい。でこれであと30分ほどすら火が通りますので、じゃあ切り方を少しお伝えします。お願いします。でこれからちょっと入れ替わりましょう。しいたけ、玉ねぎ、人参なのでしいたけから切っていきます。で切り方を、で包丁は必ずここが90度、ここが90度。だからこうな、だからよくこう切ってるですよ。もう持ってのほかですね。必ず90度、ここも90度。で包丁は押さえるんではなくてスライドで。これを90度にするということは、私の体がまな板に対して45度です。必ず。で私の体が45度になるためには、足が、私右利きなので足がこのまな板のエッジに対して水平にして、そして必ず左のかかとが土踏まずについて半歩前、これが半身の姿勢ですね。なるほど。だからこの姿勢でここに立って、うん、足の親指にグッと力を入れます、はい、グッと力を入れるとこの内側の太ももが締まるのが分かりますよね。これ内側って言ってすごく大事なとこで、うん、グッと締めて、で包丁を持つ小指に力を入れる、で肩の力を抜く、うん、だから手に持つものってゴルフでもこうじゃないですか。今もう全く同じこと思いました。はい、だからもう全部、はい、イチロー選手なんかもこうしてますよね。だから手に持つものは基本的に小指に力を入れる。で足は親指に力を入れる。でこの時に肩の力を抜いて肛門を引き締めると気の巡りが良くなる。なので料理をしながら気功やヨガをしてるのと同じだ。なるほど。だから気功やヨガの最終目的は生活ヨガ、生活気功って言って、日常の暮らしの中の全ての立ち振る舞いの中にヨガ的要素、気功的要素をどれだけ入れるかっていうことなんですけども、そこをこの姿勢で保つ。だから足の指に力を入れる、肛門を引き締める、肩の力を抜く、小指に力を入れる、そして包丁は押さえるのではなくて刃物は必ずスライドさせて切っていきます。美しいですね。こういうふうに横から見るとこんな感じですね。はい、美しいです。だから全然力がいらないんです。もう全然力がいらない。だからもう包丁も基本的には切れなきゃいけないですね。だからうちの研修生はまず包丁が研げるようになるまで料理をしていただかない。なるほど。だからまず包丁が切れるかどうかっていうのが一番大事。だから常に素材に失礼のないようにっていうことで、もちろんこの軸は捨てません。それぞれに役目があって、これ軸と言われるということはその人の人間の軸を作るために必要だっていうふうに考えて、だからもう一物全体捨てるものは全くないっていうこういうふうに細かく切れば OK ですね。なるほど。ありがとうございます。で次玉ねぎ切ります。玉ねぎを切る時にはこれを頭じゃなくてひっくり返してお尻を出してお尻から半分に切ります、はい、で普通の切り方はこうするんですけども、こう切るんではなくてひっくり返して中心から外へこう切っていきます。へー。でもこれ私たちは長いことやってるのでできるんですけど、主婦はなかなかできないので、今は料理教室ではこれを半分に切って、でこうしてこうして、でこっからこの玉ねぎを回すと、これなら安全だし怪我しない。そんな面倒くさいことしなくてバーッと切ればいいじゃないかってよく料理人の友人には言われるんですけども、もう圧倒的に味が違いますね。なるほど。なんでかっていうと、ここにいても目が痛くならないでしょ。だから細胞が潰れてないんですね。これ今なるかなと思って聞いてましたわ。というふうにして切っていくと細胞を潰さない。で細胞を潰さないで火を通すことによって、だから例えばお刺身を作る時に下手くそな、下手くそというか修行が足りない若い人が刺身を切った時に包丁が切れないので、こうスパッと切ってないんですね。そうするとそれ顕微鏡で見るとこの花板さんが切ったやつは鏡のようになるんですけど、下手くそな人が切ったらサンドペーパーということは、鏡とサンドペーパーだったら同じ面積でもサンドペーパーは1万倍とか5万倍ですよね、面積が。で面積が1万倍あるということはどういうことかっていうと、切った瞬間1万倍のスピードで酸素に触れるから1万倍のスピードで酸化するっていうんです。だからこれだと酸化しない。なるほど。でその酸化しない状態で火を通すことで素材の旨味ができる。だからもうこう切らないというふうに考えていただくといいですね。面白いですね。はい、奥が深いですね。でこの玉ねぎは、はい、普通だとここ切っちゃいますよね。よく料理教室だとね、ツンツクツクツクツンツンツンでいくと全部切っちゃうんですよ、はい、ね。歌ってくれましたね。はい。はい、いや、3分間クッキングでなんで返そうかなとずっと考えてました。ここで出てましたね。でここでこう取りますけど、うん、私のはこれを全部使います。普通なんでって言うんですけど、例えばこれ去年の6月に収穫したもので、うん、この玉ねぎって釣ってますから、水も栄養素も与えられないで10ヶ月間ミイラ状態なんですよ、うん、だけど今春になったので芽が出てるんですね。はあ、ということはここが成長点なんですよ。なるほど。でここから根っこが出て養分や水分を集めて、でここで分解して玉ねぎを作ったんです、だから命というレベルで言うとこっちが 99% ですよ。なるほど。こっちが作ってるわけですから、だからここを捨てるなんてもうもってのほか。そして10ヶ月吊るされて干からびたミイラ状態なのに、ここは春を感じて、だから命は何のために生きてるかっていうと命をつなぐために生きてるんです。でここはその10ヶ月も日干しにされていながら気温が上がったのを感じて、次の命を作るために芽を出してるんですよ。でも養分も水分もないので、ここはどうしたかっていうと、お前ら作って育ってやったけど次の命の方が大事なんで返せやって言って集めるんですよ。なので新玉ねぎと今のこの玉ねぎだったらこれの大きさがここ今倍あります。一旦戻さなきゃいけない。だからその成長点を捨てるなんてもうもってのほかですね。一番大事な、だから栄養素ではなくて私たちは野菜の生命力をいただくっていうふうに考えてます。はい、でこのように切ります。素晴らしい。で次人参を切るんですけども、人参さんは大抵どの料理教室もテレビの番組もまず皮を剥きますよね。皮は剥かないんですよ。剥かないんですか。はい、種をまいて芽が出て根っこが出るときに、うん、この皮が土をよけてるわけですから、だから私のこの指がこのテーブルに穴開けてるのと一緒ですよね。うんうん、だから根っこの先っちょもやしのようなもんですから、うん、土よりも柔らかいんですよ。だけど自分より硬いものを押しのける力をこの皮が持ってる。でしかもこの薄い皮がその土の中から雑菌やばい菌がいっぱいあるのに、自分にとって必要な水分と養分だけを見分けて吸い取ってるんです。もう本当に科学じゃ絶対できない。でしかも逆浸透膜だとその水分の多いところから低いところに安全なものだけを引っ張り込むっていうことができるんですけど、もしこっちがカラカラになると逆浸透膜だと出ちゃうんですね。ところが人参は一旦入れたものはこっちがカラカラになっても絶対出さないんです、だからもう命を守るということをこの皮自身が記憶として持ってる。なるほど。だからもう皮は全部使わない、捨てない、うん、で使わないどっちやねんって言われましたけどね。使うここも大抵ポンと捨てるんですけど、ここがね、でもうちはこれも全部使います、でなんでかってこれポンと切って、だし麺の上に置くと必ず芽が出ます。我々人が頭切られて水につけられても生きているわけないけど、もうそれくらいの生命力がある、もう満ち溢れてるんですね。はい、それを他のものから私たちが取り入れるということはまずできない。魚にしても鶏にしても動物にしても頭切られて、その次の命を育もうなんていうエネルギーと記憶を持ってるものは他にないですから、それを捨てるなんてもう超もったいないので全部使うということですね。でこれ同じようにこう切ります、切ったらこうスライド、ここでスライドが大事です。で大体3枚ぐらい切ると、ここが水平になるので、同じようにスライド。だからここで大事なのは押さえつけるんじゃなくて、刃物は必ずスライドして切れるように設計されてますから、そうするとこういうふうにブレないんですね。でブレないでいくと、これがきれいに並びますから、そしたら左から落ちてきてるので、ここを押さえれば動かないんですね。そしてこの状態で、これをあとはスライドすれば早くきれいに正確に同じ大きさに切れる。すごいな、職人さんですね。だから料理教室では、これが陰性でこれが陽性でこの順番にとか、有機無農薬とか、ということはほとんど言わない、もうどんな野菜でもいいから素材に失礼のないようにで、切れる包丁で姿勢で皮も全部使う、いやでもこれ農薬かかってるでしょって、でも大気汚染の空気吸ってるでしょ、だからその自分たちが汚したものを否定するんではなくて、全てを受け入れて感謝の形に変えるっていうことこそ調和じゃないですかっていうことをずっと料理教室ではお伝えしてます。ということで、これを重ねていくということです。アメイジング。もうお見それしました。もうこの料理を通して今人生を学べたような気がします。そうですか。ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。先ほどガラスでやったんですけど、それを見た方が重ねにはガラスでやんなきゃいけないのかなと思われては誤解になるので、あ、そうなんですね。もうどんな鍋でも、まあいろいろやってみて、やっぱ一番美味しいのは土鍋ですね。土鍋。これは食べた人のクリニックとの連携でいろんなところでやってるんですけども、食べた後クリニックでは体温を測ったり、いろんな検査をして、でどの鍋がいいかっていうのを、調査したところやっぱり土鍋ですね。なるほど。で土鍋の中でも一番エネルギーが高いのがイガ焼きです。イガ焼き、イガ焼きの土鍋が一番良かったので、この重ね煮専用のこのイガ焼きの土鍋を、でもし一般家庭だったらなかなか手に入りにくいので、で土鍋って穴が開いてるじゃないですか。でこんな形ないので、これはうちがオリジナルで作ったその重ね煮専用の土鍋なんです。イガ焼きの窯元に頼んで、でこれの次は南部鉄器がいいですね。あ、南部鉄器なんですね。だからルクルーゼだとかストーブだとかっていう鍋がありますけど、まあ南部鉄器の方が圧倒的に美味しくて、そうなんだ。だから鍋によっても味が違うので、まあできれば少々お高いけど、そういう南部鉄器だとかストーブだとかルクルーゼ、できればもう同じ作るんならこのイガ焼きの土鍋で、これは釉薬にも亜鉛だとか有害なものが入らないような、江戸時代の釉薬を使って作るっていうふうにしてるので、だから一つ一つの包丁だとかまな板だとか、このまな板も全部自分で作ってるんですよ。なるほどですね。だからそういうものをこの一つ一つの素材というか道具のレベルを上げるということ自体が、全体のちょっとずつだけどちょっとずつ上がるのと、ちょっとずついい加減にするのではもう天気の差が出るので、そういうのにやっぱその少しずついいものを作っていただけたらと思ってますね。本当ですね。素晴らしいです。もうこの教えが料理の教えなのか、もう人生の教えなのかっていうね。例えば今日寒原神社に行かれたんだったら、重ね煮のスタートはそういうところから来てるっていう。だから神道が基本になってる。なるほどですね。まあそれよりもとりあえずこうやって具体的にこう重ねたら大きく変わりますよ。だから一番最初に劇的に変化したのは幼稚園の子どもたちですね。素直なので、もう明らかに味が分かって美味しいとなって、まあ九州から火がついたんですけども、九州では100以上の幼稚園がだから圧倒的に体温が上がる、子どもたちはもう病気しなくなった。素晴らしい。今一番私自身が驚いているのが知的障害者の施設の方が取り入れてくださったら、うん、もうものすごいことが起きた。だから要するに、知的障害の方々って今は社会的に差別はないけど、うん、小さい頃からなんとなく疎外感を持ってらっしゃるところがあるじゃないですか、うん、世間からすると。うん、だからそういう肩身の狭さなんかをどっかで感じてたけど、うん、自分が今日食べた料理はその自分のことを 100% 受け入れてくれた人が作ったっていうのが彼らは感性がすごいので分かるわけですよ。だからこの野菜に雨土のっていうことを伝えるっていうこと自体、うん、それを食べることができたあなたは生きてるだけで100点満点ですよという願いが込められてるんですよ。それはもう彼らは喜んで、だから次の日からこの火災の匂いがしたらそのみんな作業してるじゃないですか、うん、やめて厨房の周りに集まって離れなくなる、それくらいの変化が。だから本当にその姿を見てこの重ね煮を伝えていってよかったなっていうか、うん、本当に損得抜きで純粋に生きてらっしゃる方々がこんなに喜んでくださるんだっていうのを見て、すごい嬉しかったですね。いや、はい、本当に素晴らしい話ですね。本当ここにいることがなんかめちゃくちゃ癒しになってて、ものすごいお腹鳴ってきてるんですけど、はいはい、なんだろうな、もうすごくね、素材を切っている、悪い言い方したら素材を切ってるだけじゃないですか。でなのになんていうか、もうとてつもなく美味しい料理をなんだろう、なんていうかな、こう味わってるというか、待ってるというか、そういう気分になるっていうことにちょっと驚いてます自分で。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。本当に楽しみです、食べるのが。はい、じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。どうも。はい、すごい。いや、もう優勝です名越さん。これこんなにさ、食がメインの回はね、たくさんいろいろやってきましたけど、発酵とかこれほんと一品一品の一口一口がドラマなんで、もう十分なんていうかな回になりますね、食事をしてるというだけで。